皆さんこんにちは、アシアンダンサーギャバンです。本日はですね、9月17日、金曜日、夜なんですけれども、今回はですね、タシアンダンスの動画でもヒゲ脱毛の動画でもなくて、私ちょっと普段テレビゲームやるんですけれども、いまだにですねプレイステーション2で、プレステ2のソフト、プレステ1のソフトで遊んでるんですけれども、まあ、ちょっとですね、あのプレステ2本体に関して気づいたことがあるので、まあ、それについてのちょっと、動画を撮っていこうと思います。私がですね、父親からプレイステーション2、まあ、兄貴と一緒に買ってもらったんで、まあ、兄貴と僕の半々のプレゼントみたいな感じだったんですけど、買ってもらったのが多分僕が中学とかなんで、20年ぐらい前ですかね。20年ぐらい前に買ってもらったんじゃないかなと思うんですけど、うん。で、まあ一番その当時は、まあ多分中古だとは思うんですが、でかいね、分厚い、昔ながらのプレステ2でずっと遊んでて、で、それを僕はそのまま、兄貴がもう遊ばなくなったんで、もらって、遊んでたんですけど、3年ぐらい前に、壊れちゃいまして、で新しいのを買おうってなって、どうせ買うんだったら後発キーは同じプレステ2本体でも薄型のものが出てるっていうのは知ってたんで、ネットでアマゾンで探して、でこれ買ったんですね。これが、バージョンで言うとなんか一番後発になるんですかね、なんか9000型っていう形になると思うんですけど、この薄型の、9000型、ここが全面こうテカテカしたこういう感じの本体なんですけど、これを変えて遊んでました。で、まあさすが薄型でね、すごく、遊びやすくなったなっていう感じで、スペースも困らないんで、よかったよかったっていう感じではあったんですけど、ただなんか一部ソフトに対してですね、あれっていう挙動がありまして、で、まあ、結論から言うと、もう一個ですね、プレス2の本体を買いました。なんかバージョンについて全然調べてなくて、一番新しいやつを買えば、一番問題ないのかなと思ってたんですけど、実際は、この9000型よりも、7000ですかね、7000型の方がなんか、いいですよ、みたいなレビューを、つい最近見つけまして、あ、もしかしたら、一部のゲームの挙動がおかしかったのは、ソフトのせいとかじゃなくて、ソフトがもともとバグってるとかじゃなくて、本体の問題なのかな、ということを感じまして、まあ、今回ちょっと高かったんですけどね、1万弱ぐらいしましたけれども、また、買い直しました。奥さんからは当然批判されまして、なんで同じのまた買ってんのみたいな。いや、これが違うんだよ、って説明したんですけどね。うん。だからまあ検証してみて、9000よりも7000の方がいい挙動なんだったら、まあこっちの方はちょっと手放すっていう形にして7000を残そうかなという感じであります。まあ両方ともね、バグっちゃうようだと思う、ちょっとどうしようかなっていう感じではあるんですけれども、うん。で、挙動がおかしいのはですね、スクエアさんが出していた、フロントミッションサードっていうですね、シミュレーションゲームなんですけれども、これである特定のステージを遊んでいるとですね、なんかフリーズしちゃうんですね。戦闘シーンに移行するはずがフリーズしちゃって、あれっていうのがあって、あともう一個は、これもスクエアさんですかね、なんかスクエアさんと相性が僕たまたま良くなくて、パラサイトイーブ2っていうゲームがあるんですけども、これも若干ちょっと挙動がおかしくて、なんか一部、こう進めなくなっちゃうみたいな感じがあって、あれここまでせっかく周回プレイやってきたのにっていうところで、すごく好きなゲームだけにちょっと残念だったんですけど、この2つのゲームでちょっと検証してみようかなと思うんですけど、今回はちょっと時間のね都合もありますんで、フロントミッションサードの検証をしてみたいと思います。で、9000型で、どういう挙動なのかってお見せして、さらに7000っていう形にすると本当動画長くなっちゃうんで、もうぶっつけ本番で、そのいつもフリーズしちゃうステージに新しく買った7000型の本体でやってみて、フリーズしなければ OK ということ、まあフリーズしちゃった後のことは考えてないですけど、フリーズしないかどうかの検証をちょっとやってみたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。どうぞ。
さあ始まりましたフロントミッションサードなんですけれども、この南京のステージですね、このステージの、で戦闘が始まると、まあ、あのフロントミッションサードってあのロードなしでね、こう速やかにこう戦闘ステージに移行するっていうことですごく快適なんですけれども、マップからその戦闘シーンに移行しないでもそのままゲームが固まっちゃうという不具合が出てたんで、急戦型だから昔の厚い分厚い本体のやつはそういう不具合が出てなかったんで、急戦型で急にそのね不具合が出たっていうことは、あれ昔のやつの方が良かったのかなっていう感じがするんですけど、果たしてその本体として非常に完成度の高いという噂の7000型でこの問題が解消できるかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。なんかねこのステージちょっと大型メカが出てきたりして、あとは輸送ヘリが出てきたりして、ちょっとそれのせいもあって重たいのかなという感じもするんですけど、もうほぼ 100% フリーズします。もう何回もね、何回もこれなったんで、なかなかちょっとステージがちょっと飛ばしちゃいますね。はい、早速ターン1からスタートなんですけど、ここに輸送ヘリが浮かんでますね。で敵もどこだったかな、ここに巨大メーカーがいたりして、まあそれもあってちょっと重たいのかなっていう感じなんですけど、とりあえずちょっと普通にやってきますね。フロントミッションサードは僕ゲームどういう基準で遊ぶかっていうと、2周目があるかって結構すごく大事で、僕の中でだから強くてニューゲームができるゲームっていうのをすごく好き好んでやります。で雰囲気的にはセカンド、フロントミッションセカンドもかなりもう ドストライクで好きなんですけど、セカンドはちょっと2周目がないのと、あとはその経験値がね、よく言われることですけど経験値が有限だっていうことで、ちょっとこうやりくりが難しかったりするんで、レベル上げとかがこうできないんで、ちょっとヌルゲーマーの部分にはちょっときついなっていうところがありまして、ちょっと引っかかる部分があるんでサードの方を押したいんですけど、サードはね一周してるんですよ。もうエマ編で一周して、これアリサ編なんですけど、で多分結構もう中盤ら辺だと思うんですけど、ここに来てね、固まっちゃうんで、もうちょっとどうしようかなっていう感じなんですけど、あ、来ました来ました。もうこれ何も動いてないと思うんですけど、まさにこんな感じで敵を選んで、いざこれからカメラ寄って戦闘シーンだっていうところでこれ止まるんですね。っていうか7000型でも止まんのかいっていう話なんですけど、これ9000だと止まってたんですよ。で昔の古い分厚いやつだと止まってなくて、9000買って止まっちゃって、新しく7000買って、お前も止まるんかいっていうね。7000型はさっきお見せした9000型と違って、ここのトレーのところが全部光沢ある感じじゃなくて、ここだけ光沢があるんですね。で、あとはマットな感じで、ちょっと本体の見分けがつきやすいんですけれども、これでも固まると。つまり本体の問題ですらないってことですかね。ガーン。9000円ぐらいかかったんですけど。はい、というわけで残念なことにですね、フロントミッションサード、本体を9000型から7000型に変えて、これならいけるかと思ったんですけど、やっぱり同じステージでフリーズしちゃいました。でまあやりながらちょっと思ったんですけど、途中セーブってあるんですね。ステージの途中で途中セーブできるんで、途中セーブをとにかく自分のターンでしまくって、でちょっとずつ進めるっていうやり方でで、まあその後のステージもなんとかいけるかなっていう検証をしようかなと思います。今回はですね、まあ何の成果があったんだっていう話なんですけれども、まあ皆さんももしなんかプレセツあるあるでね、
何か不具合があってこうしたらいいよみたいなのがあったら教えていただければと思うんですけれども、僕は未だにプレステ2、プレステ1の、まあ、レトロゲーと言われる ゲームを未だに遊んでて、むしろそれしかやってないんですけれども、うん、残念ながらなんかフロントミッションサードとパラサイトイブ2両方ともスクエアさんのソフトなんですけれども、この2つでちょっとフリーズしちゃったりとか、挙動がおかしいっていうところがありましたんで、本体の型を変えれば解消するんじゃないかと思いましたが、ダメでしたというお話でした。皆さんも何か他のソフトでこれもちょっとあれだけど型変えれば治ったよみたいなのがあればぜひ教えていただければと思います。もしこれから、プレステ2の本体買われてフロントミッションサードやられる方がいたら気をつけていただきたいと思います。先ほどの軟禁のステージはちょっと要チェックなので、はい。まあでも多分いけると思います。中断セーブでゴリ押しでこう止まったらそこ戻って、またちょっと進めて中断セーブ、止まったらまたここ、こう、こう、こう、歩く前進スタイルでね、じりじりいったらいけるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ今回ゲーム実況という形じゃないですけども、フロントミッションサードはですね、2週目以降もスキルだけですけども引き継いでゲームができるということで、僕は大好きなゲームなんですけど、引き続き、ご利用してうまくいけば遊んでいきたいなと思っております。タッシャンの朝ギャマンでした。ありがとうございました。まるるー。